皆さんこんにちは、鈴由美です。キラーンシャキーン。はい、今日の動画はセブンイレブンのおでんを何種類か買ってきたので、これで宅飲みしていきたいと思います。まだ9月末でね、秋に入りたてっていう感じなんですけど、ちょっと先取りでおでんを食べたいと思います。おでんの他にもちょろちょろと買ってきたので、後で紹介します。それじゃあ早速ビールで乾杯しましょう。プレミアムモルツのスパークリングゴールド、これ初めて飲みます。500缶で341円。わあ、すごい泡きれい、ふわふわ、めっちゃクリーミー。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。いただきます。やっぱプレモルはね、このホップのフルーティーな華やかな味が特徴だと思います。シャンパーニュ産麦芽使用、気品ある華やかな味わいをお楽しみください。秋の秋晴れの中、昼から飲むビールも最高っすね。それでは今日買ってきた商品を紹介していきたいと思います。はい、こんな感じで今日はセブンイレブンで揃えてまいりました。まずはね、おでん以外のものから。新商品なんですけど、特濃カニクリームコロッケ、こちら100円です。そしてこちらタコわさび213円。そしてメインのおでん、オープン。今日はね、8個買ってきました。じゃあざっと紹介します。こだわり卵90円、だし巻き卵85円、つゆだくしらたき75円、いわしつみれ95円、味しみがんも95円、ウインナー巻き95円、味しみ牛すじ串135円、軟骨鶏つくね串が130円、合計800円ぐらいですかね。で、薬味は味噌だれとからしと柚子胡椒。私が普段めちゃくちゃ飲んでます、愛用愛飲してます、サントリーのウーロンハイ152円。これ2本買ってきました。それでは今日はおでん宅飲みしていきたいと思います。めっちゃうまそう。本当に泡立ちが綺麗、すごい。それではいただきます。ホットスナックの新商品、特濃カニクリームコロッケ。うん、クリームだけが濃厚なんじゃなくて、しっかりカニの味がする。うん、衣もサクサク。あと3個ぐらい食べたい。タコワサ、うん、タコの食感と茎わさびの食感とね、爽やかな香りがとってもいいです。メインのおでんに行きたいと思います。何から食べよう、超迷う。ウインナー巻き
普通のウインナー食べたかったんだけどなかったから。ウインナーパリッパリ。めっちゃうまい。めっちゃ出汁染みててふわふわ。じゃあ次は白滝生姜味噌。一口かじるとバラバラになっちゃうんだよね。はい、それじゃあビール飲み終わったんで、こっからウーロンハイで。やっぱ缶中杯の中ではウーロンハイ、緑茶ハイ、本絞りは本当にいつもお世話になってます。いつも飲み慣れてる感じで、今日はもう缶のまま行かせていただきたいと思います。何の刺激もなく体にスッと入ってくれる感じがね、素晴らしい。イワシのつみれ、これも味噌かな。めっちゃメジャーなやつ、大根忘れてたわ。じゃあお次は牛すじ串。うまい。ローソンのデカ焼き鳥ぐらいの長さ欲しいんだけど、倍ぐらい足りないよこれじゃん。牛すじだけひたすら食べたいんだけど。つくね、鶏肉つくねって言ったら絶対柚子胡椒。ぜひおでんプラスタコワサプラスウーロンハイ、あっさりしてて重くないしおすすめです。ガンモー、
それじゃ最後は卵です。ごちそうさまでした。前回の新大久保チーズタッカルビの動画から返信できてないコメントを拾っていきたいと思います。皆さんいつもたくさんのコメントありがとうございます。ガリガリ体型で太らないので鈴弓さんのぽっちゃり体型羨ましい。でも逆に私はガリガリまで痩せたことがないから、まあみんなないものねだりですよね、その辺は。友達の手めっちゃ綺麗。前回動画に出てきた友達はもう小学校からの親友で、で今も一緒にバレーボールをやってる仲間なんですけど、確かに手がめっちゃ綺麗です。言っときます。自分を可愛く見せようとしてるし、瞬間がしてる瞬間かな、してる瞬間が可愛くない…最初の挨拶の時の顔とかサムネとか…もったいない…なんかね、最後にもったいないって言ってるあたりが偽善者っていうか、なんももったいないことない。うん、私はもう惜しげもなく自分を出してるから、なんももったいなくない。コメントあざす。アンチではないんですが、自分の顔見ながら話してるように見えるので、カメラ目線で話してほしいです。カメラ目線で話すっていうのはこういう感じですか。今日もサントリーのウーロンハイが美味しいです。なんか寄り目になってない？大丈夫？俺も辛いのとビール好きなんでちょめちょめできそう。つうかさ、ちょめちょめって古いよ。現代の若者に通じないんじゃないのこれ。とりあえず早いとこ頭の中アップデートしてください。よろしくお願いします。四国にも来てくださーい。かっこすごく遠いけど。いやほんとね、 YouTube 始めてさらに全国の美味しい食べ物とか美味しいお酒に出会いたい欲が強くなってるんで、弓会が開催されるときはぜひぜひ皆さん遊びに来てください。うーわ、窓にカメムシついてる。食べ方綺麗、飲みっぷり最高、びっくりマークびっくりマークびっくりマーク。お、ありがとうございます。名前がいいですね。センベロランナー。いや、センベロで思ったけど、私センベロのお店行ったことないから、それも動画にしてみたいな。イカ水ですか？いや、胃は割と上の方に位置してるつもりです。チレチレだって。ひどいなって思うけど、でも最近マジで髪の毛に関しては散ってきてる。ブリーチの影響でね。鈴弓お疲れ。皆さんも一日お疲れ様です。いろいろ大変なこともあると思いますけど、美味しいもの食べたりお酒飲んだり、楽しいことに癒されてお互い頑張りましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴弓でした。バイバーイ。石焼きも、お芋。